さあ本日のカープライム、最後は大湯くんの車でドリフト対決、はい、おお、いいですね、まあ、なんとかバージョンでやってたマイカーチャレンジみたいなもんね。持ち主がうまいドリフトをするのか、はたまた世界のキングが上手なのか、 DK これをちょっとやってみようかなと。OU か DK どっちか。負けたらどうしよう。え、負けたら、え、顔に書いた方がいいんですか。これからあれですよ、ドンキーコングつっちゃう。ドンキーコング。 DK ではドンキーコングのつっちゃう。絶対負けない絶対負けられない。俺は美しいドリフトをする。そうね、じゃあ負けたらどうするんですか。負けたらどうするんだよ。まあもうそれでいいです。書きます。負けたら書け。書きます。書くぞ。もうね、ちょっと待って、これだと評価採点は8個ですよね。絶対僕に言われるじゃないですか。でも公平に見ますよ。大湯くんが綺麗なドリフトで美しくこう駆け抜けていったら、ハチコも思わずあっって言っちゃ う。自分の顔を忘れて思いますね、多分。そうですね。さあ、それでは行ってみたいと思います、はい、どうぞ。4周です。さあ、どんなドリフトをするか見ものだね。いや、さっきいじめられたんでね。いじめられてない、ちゃんとしたドリフトみたいですね。 GT500 ドライバーの。え、さっきのはあれ、レーシングドライバーじゃない。無謀運転、街中にいる変なやつ。街中、そう、北海道が酔っ払い運転。そうそうそう、札幌で、札幌でブイブイしてるやつ。酔っ払い運転のおめえをね、やっぱドキドキしますな。トリックしますな。おめえを献上しないと。アウトラップですからね、これは。ここ危ねえよ、もうちょい下がれ。パイロンから、パイロンから。はい、行きます。いかい、ここですね、ちゃんと。そんな変な格好しなくていいから、あちこ。こっちも本気なんで。よし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 。あ、ね、ここ、ここ越えてからです。こっち、よーい、ここでいいですか。お前さ、人の話聞いてねえだろ。どういうこと。向こうから出てきたら、こう入るの。じゃあ、あっちから来ていいんですね。じゃあ、そう、そう。あ、オッケーです、オッケーです。すごい、保護者みたいな人パイロンからでいいんですよね、とりあえず。あいつは人の話聞かねえな。とりあえず、あれですね、パイロンからですね。そう、スタートはね。天才なんじゃないですか。行きまーす。あ、電車。やっちまった。よし、行け。スタート。ちゃんと押せた。どう、あのドリフト。まあ。どういう。綺麗。とりあえずまだまだですからね。私はこれが残りだ。ドリフトしてねえじゃん、ここ。よし、ちゃんと見るぞ。お、まあまあ、お、きれいきれい。お、きれいきれいきれい。お、待ちだ。まあまあいいよ、これ。まあまあ、めっちゃ綺麗です、綺麗綺麗。上手。綺麗。いや
上手。綺麗でした。どうですか。いや、さすが持ち主。さすが上手上手。持ち主。ピンポン。悔しいけど。よっしゃ。上手。オッケー。悔しい。これはなかなかやっぱ持ち主だけあって上手。ね、ただの酔っ払いじゃないんですよ。でもなんかちょっとパフォーマンスまでしてからいや、なかなか上手だったよ。パフォーマンスしてらっしゃった。これはちょっとやばいな。やばいですか、うん、これはちょっとやばいな。上手だ。いや、めちゃめちゃ綺麗でしたね、うん、本当にすごいぞ。なかなか上手。プロレーサー、一応プロレーサーやってるんだよ、僕も。いや、なんかさ、プロレーサーっぽかったもん、今今だけね。いや、ちょっとちょっとかっこよかったもん今。やばいんじゃないですか。これはちょっとドンキーコングになるんですか。本気でいかないとやばいかもよ。今の上手だよ本当に。やった。よし。よし。負けてられない。負けてらんねえよ。アウトラップ、いってらっしゃい。入りすぎじゃないですか。キング火ついてますね。火ついてる。よし、私はちょっと、あ、間違えた。おー、キングだ。おー、うまい。おい、音が。おー、キングだ。おー、うまい。音が。土屋さん1周目20秒10です。すごいぜ。うわ、うまいな、やっぱ人間さすがだ。やりすぎた。でもそこまではめちゃめちゃかっこよかったですよ。めちゃめちゃ綺麗。やりすぎた。やりすぎた。なんかさ、大湯の上を行かなきゃっていう気持ちがちょっと強すぎた。せいちゃった。すいません、負けました。いえ。わー、悔しい。負けました。でも最高でしたよ。あれ？よかったですね。ちょっと待って、おかしくないですか。いや、だからピンポンじゃない、ピンポンじゃないよ。いや、でもあのあれ飛ばすまでが、やっぱりね、飛ばすまでがじゃないですか。何がピンポン。相沢さんの心を動かしたね。やっぱ美しいドリフトと迫力で心を動かした。一周で虜になった。4周じゃなくて一周で。よし、絶対嫌いだからでしょ。絶対嫌いだからね。走りは人の心に、魂に訴えかけないとダメ。そういうことですね。そこもやっぱそこはまだ足りてないんですね。修行してもろて。お前上から見せるじゃん今。もうあのこれがついてるんで。いや、じゃあ対決の判定としては判定ですか。はい、これタイムとか関係ないんですか。関係ない。もう私の独断の偏見ですよね。どっちだ。勝者は DK で。よーし。ええ。やっぱね、走りは人の心、魂に訴えかける。ここが大事。タイムなんかどうでもいいんだよ。人の心を動かせるかどうか。いやすごい、さすが。はい。というカープラインでした。ということで、失礼します。いいね。いいじゃないですか。え、それだけ？え、じゃあそっち側お願いします。それだけ？はい。これは面白い。なんで土屋さんが。ネズミ小僧。もう自分が
どうなってるかわからない。はい、はい、というカープライムでした。よかったらいいね押してください。登録もお願いします。ありがとうございます。バイバイ。